ャンプ場に着きました。10時回ってますね。奈良の有名な笠木キャンプ場のもうちょっと、奥というかガーデンフォレストミームキャンプ場っていうところですね。今日一組だけだと僕だけということで、一発コーヒーぶち込んで今日すぐ寝て、シングルオリジンニカラグアナチュラルですね。朝入り実食います。めちゃくちゃ寒かったけど、まあ寝れましたね。今日ちょっと暖かくしたんで、これはいい朝日が。今5時40分とかなんですけど、まだねこのキャンプ場の疲労感を知らないまま来てる。いざレッツゴー。うわー、ジョセフさんでした。あー、すっごい朝日だ、これ朝日だ。マジで2時回ってから急に寒くなった気がするんだ。やっぱ予報より体感マジで寒いな、ね、っていうのを繰り返して、なんか寒い中で寝るの慣れたっていうのはありますね。いいのか悪いのか。ここねすごい、テントサイトがこういうなんていうの、まあ、こじんまりでもないですけど、まあ結構広いっちゃ広いのか、車横付けしてできるような感じですね。この小屋のところにですね、こういう炊事場があると。綺麗なんですよ。でトイレは、あっちにカフェがあって、カフェのトイレを24時間開放してくれてて、結構綺麗なんですよ、まあ、こういうなんかカフェ&バーとか、あそこ鹿がいるんですね、鹿がとかね、そういういろんなモニュメントが置かれてあったりして、こういう袋もめっちゃこっちを見てるっていう、あ、これはメダカかな、こんにちは。え、あ、これこれか、すっごい最強の目覚まし時計だった。おはようございます。すごいいっぱい、おお、すごいいっぱいいるな。何だ、鳥ウコッケ、おはようございます。おはようございます。いや、6時前から日が差してすごい助かるんですよね。テントとか乾くの早いし、やっぱ結露で内側とかにめっちゃ濡れたりするんですけど、で林間サイトとかね、木のいっぱいあるところだと場所によっては8時とか9時とかもうちょっと行かないと日がね来ないところもあるんですけど、ここはもう6時前からすっげーあったかいという。帰りの一発目のキャンプ場はガーデンカフェミームさんでしたと。ですね、そこが割とトラックとか深夜ね荷物運んだトラックとかが割と通る場所だったんですよ。なんで本当に静かなところの雰囲気がないんですけど、その電車もね朝通るし、ほらああいう風に車が通るんですけど、昨日の僕の精神状態、半袖で一人で怖かったらどうしようみたいな車の音は非常に安心しました。
実食。プリンプリン。次の方は誰も入ってないんで、まあ、気にせずいつまでもいていいですよ、昼過ぎも全然いていいですからっていうふうに言っていただきました。だけどそろそろ次のところに行こうと思うんですけど、なんかせっかくなんでカフェがすごくおしゃれだったんで、そこでご飯食べてみようかなと思いますね。なんかねカレーとか、なんかランチメニューっぽいのもあったような気がしたんで。あ、もう一つあれは、もしあれやったら昔 BMW は譲ったことある。車ですよね。車3万円で、じゃあ今になったあれが欲しいわ。1970年のよくなんでこんなとこ見つけたの。あ、僕インターネットででもこう探して、あのカフェが出てきて、うん、あ、でそこがキャンプ場もやってるよっていうので、うん、来月ホタルがいっぱい出る。あ、本当ですか。来月、うん、へ、うん、あ、見たかった。で今から東京向かって帰るの。途中で5泊とか6泊ぐらいして、はい、帰ります。なんでキャンプ場転々としてこう。あ、なるほど。山登りもしてたからな。あ、本当ですか。うん、だからまあこういうキャンプ好きなんやけど。あ、こっちもいいんですか。うん、いいね。あ、そうですか。うん、すごい。こっちはいろいろいいけど、重たい。あ、まあ。僕ちょっと夜怖すぎて、そう、こっちが全然行けなかったですね。どうやって食べれるようだったんで、お昼ご飯食べてから行こうと思います。いや、すごいね。分かりますかね、この雰囲気のあるすごい綺麗なおしゃれな感じのところですね。今向こうに別のお客さんもなんか噂を聞きつけて食べに来ましたね。注文取ってるんですけど、そのね、聞きつけてくるようなぐらいの言ってましたね。あ、そう言われた。行ってよかったな、飯で。コーヒーもセットして頼んでしまった。でさっきあの地元の方っていうんですか、あの他のお客さんもあれはコスパがいいよって言って、言ってました。このキャンプ場来たら夜か朝かどっちか行った方がいいかもしれないな。でおじさんも最後にあのがっつり宣伝してって言ってたんで、ゴリゴリに宣伝しますね。ミームガーデンフォレストキャンプ場ですね。ここだけが僕サイトだと思ってたんですけど、あれ僕のバイクですね。まあね、林の方もいいらしいんですよ。暗すぎて行く気にもならなかったんですけど、昨日の夜は。でなんかぼちぼち電気も通そうかなみたいな言ってて、でさっきのあの飯の家小屋、あれおじさんが作ったらしいんですよ、電気とか。あれちょっとえげつないなと思って。前東京から来たお客さんはなんかあっちの方とかでハンモックをやってたっていうらしいですね。こっちはね、まあ、結構斜面ですけどね、あっちの方がいいかもしれない。よいしょ、おお、すごいな。はいはい、こういう、なるほどね、これは林間だわ。あ、ここはいいですね。これもクロート向けか、これは。あ、これね、ハンモックですね。超穴場かもしれない。あ、ここがね、多分ハンモック使ったっぽい。これすめちゃくちゃいい場所じゃないですか。まあね、あのすぐそこがあの結構トラックとか通る、さっきも言ったんですけど、場所で、まあ、道路の音とか、まあ、気にならない人はね最高の場所なんじゃないかな。あとね、僕のいたところのすぐ横が、まあ、空き家の街灯あるんで、割とねちょっと光はある。夜でもずっとついてました。それらが気にならなければっていう感じですかね。個人的にはもうね、さっきおじさんと話したり、あと飯も超うまかったっていうのあるんで、また必ず来ますっていう顔しました。まあ、YouTube でねゴリゴリに宣伝してくれるもとても嬉しいけど、また来てくれたら一番嬉しいからっていう風に言ってくれたんで、
まあ、いろいろ全部含めて素晴らしい場所だったなと。したら行くか。ジョセフさん行きましょう。いや、これ帰ったら貧乏生活ですね。したらもっと高いものを食べに行きましょう。松坂屋。よし、めちゃくちゃ暑いぜ、いろんな意味で。というわけでさあ行こうぜ。ジョセフ、あれ、カモン、ジョセフ、ジョセフ、ジョセフ来ました。よいしょ、行こう。よいしょ、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 ありがとうございました。明るいと全然怖くないですよ。よいしょ、よいしょ、ちょうどね、あの道を行くってことになりますね。ちなみに料金は1泊1500円でした。ぜひね、飯ね、食ってほしいな。別のお客さんに運んでたナポリタンがマジでうまそうだったので、これもね、ありだったなと思いましたわ。なんでそれを僕の代わりに行ってみてくださいと。カレーもすごい美味しそうだったしね。